でねその服屋の店員さんがたまたま地元の同級生で今度また一緒に飲みに行こうって話になってあ,あちょっとごめんさっきから何してるの 髪バサバサしてるけど気づいちゃったさすがに気づくよ目の前で彼女が変なことしてるんだからこれはねサブリミナル効果サブリミナル効果あの一瞬だけ映像や音声が流れて潜在意識に影響を与える効果のことそうだからこうして文字の書かれた紙を一瞬見せることであなたの無意識下にこの文字を刷り込んでるの全然無意識かじゃない気になって仕方ないから俺会話よりこっちに意識取られてたよさりげなくやってたつもりだったんだけどなまず対面でやるものじゃないから動画の中に一瞬だけ別の画像を写すとかギリ,ギリ聞こえるかなくらいの音流すとかがサブリミナル 効果だよでも動画屋を撮って作るの大変じゃないだから紙に文字を書いて一瞬だけ見せればいけるかなってさすがにアナログすぎるアナログすぎてずっと不自然だったからそっか残念昔おばあちゃんに「お小遣いちょうだい」って書いた紙でサブリミナル効果やった時は成功してお小遣いくれたんだけどな多分優しさだよ孫に対する優しさでお小遣いくれたんだよ で、その紙には何て書いてあるの紙切ったの似合ってるよって。だって、直接伝えるの恥ずかしかったから。カフェで紙バサバサやってる方が恥ずかしくない周りの目とか気にならない私はチャック開いてるよ。紙バサバサするよりチャック開いてるよ。<え>直接伝える方がチャック開いてるよ。何何恥ずかしいかなってチャック開いてるよ。そんな何回もはっきりチャック開いてるよって言わないでほしいんだけど、何今の今のは音の方のサブリミナル効果。サブリミナル効果じゃないって。